ソニーホンダモビリティ第1弾の商品は2025年前半から先行受注を開始し、2025年に発売をする予定です。販売も従来の販売形態ではなく、お客様とダイレクトにつながるオンライン販売を中心に行っていく予定です。物理的に移動するための手段だけでなく、リアルとバーチャルの世界を融合していくことで、移動空間をエンターテインメント空間、感動空間へと拡張していきます。価格は具体的にいくらかというのは今まだちょっと申し上げにくいところであるものの、やはりかなりの価値をつけていこうというふうに思っておりますので、それなりの価格帯になるのかなと。やるからには最先端の技術で勝たなきゃいけないというふうに思ってます。でその大事なところはやっぱりソフトウェアの領域で、その部分で戦えるようなモビリティっていうのを検討していきたいなと考えています。